はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の楕円丸四をお送りします。で、まあ問題演習ずっとやってきて、今回も2問やっていくんですが、まあ楕円ここで終了になります。次回から双曲線やっていくんですけど、で、今回はこの2問やりますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらった後にちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、相変わらずちょっと風邪っぴきなんでね、咳き込んだりするかもしれないんですが、ちょっとそこはお許しください。ではまず1番いきます。で、今回は円がまず1番出てきて、で、円、まあ、まん丸ですよね。で、これ原点中心半径6の円なんですけど、それを Y 軸方向だけ3分の2倍します。ちょっと変えるんですよね。で、その時やられる図形の方程式を求めます。で、これ、まあ、途中式いろいろ、まあ、途中書く、いろいろ言葉を書くんですけど、まあ、書き方は一字一句同じじゃなくても構わないです。まあ、同じような書き方をしてもらえればと思うんですが、まず、円がありますよね。で、この上に一個点を置きます。で、文字は何でも構わないんですが、まあ、ST を今回使いましょうかね。ST。で、こいつが、Y 軸方向に3分の2倍することで移動します。場所がもちろんね、それが XY に移動するとちょっとね、変な感じするんで、移るとにします。映るとすると、これどういうことかっていうと、まあ、さっき言ったようにこの円の上に ST っていう点が乗ってます。それがあいつ Y 軸方向に3分の2倍することで、まあ、ちょっと動くと。で、それが XY に移りますよって。で、結局映った先のこいつがどんな図形を描くのっていうのを言われてるので、映った先を XY って置いてください。こっちは特に気にしないんですけど、ここは XY です。映った先ね、今回こいつが主役になります。で、まず映ると、ただし Y 軸方向にしか移動しないんで、 X 軸方向何も動きません。だから X 座標は変わらないので、 S イコール X、まあ、ここは一緒ですよね。まあいいか、 X 映った先がのが分かりやすいか、まあどっちでもいいんですけど、 X は S と一緒ですと。ただし Y 座標の方はこいつを3分の2倍するとここに映る。つまりy はこいつを3分の2倍なんで、3分の 2t とこうなります。で、2個ゲットして情報をね。で、もう1個、また st はこいつの上に乗ってると、最初に置いてるので、36、まあその上に点があるからってことはね、 x2 乗プラス y2 乗イコール36乗の点より上にあるから、ここの座標代入することができます。 XY に、つまり S の2乗プラス T の2乗イコール36とこうなる。で、この3つのアイテムが揃ったらもう OK です。終了になります、この後。で、どうするかっていうと、主役はこいつ XY です。つまり X と Y だけの式に変えたい。 ST を消せばいい、今回ね。で、今これは X イコール S になってますけど、こいつね、これ両辺形変えれば t イコール2分の 3y と形を変えることができます。だからこれをここに代入、 s のとこに x を代入すれば、よってこれ入ってる下あいけるね、 x 2乗プラスそれ2乗するから4分の 9y 2乗イコール36です。つまりこれをあと両辺36で割れば終了となります。で、割ると36分の x2 乗で、ここが36だから、36で割ると16か、16分の y の2乗イコール1と。で、ただし気をつけなきゃいけないのは、今回楕円っていう話をしてないんです。問題文の中に図形の方程式と言われてるから、これ楕円ってわかるじゃないですか。だからちゃんと一言
こいつは楕円だよって分かるように楕円こうというふうに書いてください。答えね、これで減点食らうともったいないんで、まあ、こんな感じでやっていきましょう。で、2番も基本的にはこの3つのアイテムを揃えて式を作るといった流れなんですが、ちょっとめんどくさい、2番の方が。で、今 P と Q があります。 P は X 軸上、 Q は Y 軸上動くんですけど、その PQ は長さ8で固定です。で、PQ を3対5に内分する点 R の軌跡を求めるっていった問題で、このタイプはまず P と Q 置いちゃいます。で、文字何でもいいんですけど、まあ、P で合わせましょうか。じゃあ P は P0、 Q は09と置きます。で、これは P は X 軸上と言ってるので Y 座標は0になります。逆に Q は Y 軸上にあるから X 座標は0で OK で、まず PQ が長さ8ですよね。なので、まあ、2点間の距離を使うと、ルート P の2乗プラス Q の2乗イコール8となって、両辺2乗すれば P の2乗プラス Q の2乗イコール64で、まず1個式が、これと似たような感じね。式がゲットできます。で、ここに関してなんですが、まあ、ちょっと、久しぶりにね、出てきたんで説明すると、まあ第一証言にあるとは決まってはいないんですが、説明上分かりやすいんでそこに持っていこうか。 P が X 軸上なんで、まあ、この辺にします。 P で、まあ、Q はこの辺にしましょうか。こうで、まあ、こうなってますよね。で、2点間の距離を使うと、公式ね、使うと2点間の距離っていうのはどっちからどっち引くを固定で決めてもらえれば、 P と 0X 座標を引いたものの2乗ね、 P の2乗0-9 で、マイナス9になるんですけど、それの2乗はプラスに変わるので、プラス9の2乗、それぞれ引いて2乗してルートをつけたのが2点間の距離です。 P と Q って2点間の距離で、公式、まあ、使ったのがこれなんですけど、もう一個、まあ、図でこう書いてもらえれば、 PQ 今8ですよね。で、ここの長さは当然 P です、座標だから。で、こっちは9ですよね、長さが。で、直角三角形なんで、三平方を使ってもらえれば、斜辺の2乗イコール残りの2乗となるので、まあ、ここに持ってくることができます。どっち使っても構わないんですが、まあ、まずこれで式1個ゲットとなると。で、もう1個が内分点ですね。3対5に内分すると、ちょっと消しますね。3対5なんで、まあ、この辺か、 R PQ を3対5、まあ、こんな感じですね。で、ここで、R、 今回は R の軌跡を求めたいんで、こいつが主役です。さっきは映った先がこれがね、主役だったんですけど、で、R は主役なので、ここで R は XY と置いてくださいと置く、ここね。で、こいつが PQ を3対5に内分するので、まあ、R がね、する点だからね。で、内分点久々に出てきたんですが、R、X 座標から考えると、内分するから、X 座標は×掛けします。×掛け。で、何×掛けするかっていうと、久々にやるから書くか。どこに書く？ここに書くか。ちょっと出しますね。P と Q ありますよね。で、こうなって R がここにいる。3対5。で、それぞれの座標が P の0、そしてこっちが0の9、こいつが X の Y の、XY になってると。で、X 座標からいきます。X は、まずここ、5と3足して、足したもの分の、つまり8分の×掛け。3と0、5と P、それぞれの X 座標を×掛けします。だから、3、0はかけても0だから、5と P が残って、まあ、こうなる。X イコール8分の 5P ですね。で、Y 座標も同じです。Y イコール足したもの分の×でかけるから、5と0がないんで、こっち3級ですね。こうなる。で、これによって、さっきと同じです。アイテム1、2、3
同じように揃ったので、あとはここ P イコール逆にして5分の 8X、 Q イコール3分の 8Y に変えてここに代入します。で代入すると、2乗するんで25分の、うん、葉っぱ64や64。ちょっと待って、ここ見過ぎたくないね。で、X2 乗でしょ、プラス、9分の64、Y の2乗で、右辺が64と。で、全部ね、64で割ってもらえば、25分の X2 乗、プラス、これちょっと右まだ入るか。これちょっと楕円っていうね、漢字がギリ入らなそうなんで、ちょっと詰めますね。25分の X2 乗プラス9分の Y の2乗イコール1で、これ楕円だから楕円と書いて、これで終了となります。ごめんね。まあそれぞれちょっとアプローチの仕方は若干変わるんですが、欲しいのは情報3つです。こいつとこいつとこいつが欲しい。で、大事なのは、そこの主役を XY と置いて、そいつを導けるように持っていってください。では、今回は、高校数学、数3の楕円丸四をお送りしました。今回はね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。で、次回から双曲線始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。